おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もパワプロ2020に栄冠9やってくよ。春の選抜です。舞台はもちろん甲子園。また戻ってきちまったな。ここに、春の甲子園初出場ですこの人。今回は我がゲス校の快進撃を一気にダイジェスト方式で見てもらおうと思っとります。まあ順調に勝ち進めればね。1回戦の戦いぶりを見てなかったのか貴様は。いや見てたけど。前回1回戦だけやりまして。観客がドン引きするくらいの圧勝。これくらいの点差はよくあると思うけど。確かに最近のジャイアンツの負けっぷりも見事か。やかましいわ。許さんぞ。何も言ってない言ってない。まあそんなわけだから。サクサクっと進めてくわ。次の相手の前評判 A なんだけどね。忘れてたわ。すぐ忘れるな、お前は。でも同じ高校生だから。相手の胸を借りるつもりで精一杯頑張ります。そうします。ダイジェストは？今はそう思ってます。では早速試合へレッツラドン。サンキュー校長、もう持ってるっつーの。これ勝ったらもうベスト8ですって。やっぱ夏よりは試合数少ないか。注目選手は銀さんでいきますね。魔物を駆使して戦力 A を駆逐してやる。魔物発動できたらワンチャン勝てるかもな。普通に戦えるって。ほら覚醒戦士足立も絶好調でやる気満々だ。なぜかうちの総合戦力は A 級に C だけど。なかなか B の壁越えられないよな。つうか全然ダイジェストじゃないんだけど。まさか、これあっさり負けるのか。一丸となっていただきを目指します。相手は高知の高知ですね。さて前評判は A。実際の戦力はどうか。東東京代表新鋭ゲス三塁側おなしゃーし。強豪だとよ。ビビってんじゃねえぞ。よかった、A ではなかった。機動力が高いぜ。果たしてうちの最強バッテリーから点を先制されたはなんでもないです。やっぱ負けるのかな。ビビってんじゃねえぞ。さあここ超大事。今日の銀さんは魔物日和かどうか。まだわからない。この人完全に魔物だよりや。はい、ダイジェスト入りまーす。7回の裏1対1の同点。3回に菊池のタイムリーで追いつきました。ノーアウト1、2塁で銀さん。行くぜ、トランザムーン。進塁だ。いや、地味だな。佐々木のセンター前ヒット、からの後逸。三木ボーイのセンター前ヒット、からの失策。菊池の技ありレッド前ヒット、からの後逸。ほらほら急げ急げ。早くしないと取り返しつかなくなっちゃうぞ。頑張れ頑張れ。おっと、ついつい魔物とかしてしまった。魔物じゃなくてただ性格悪いだけだよお前は。あ、このエラーはひどいですね。これもひどいなー。でも楽しい時間は一瞬。関の月通であっさりスリーアウト。通過普通にめっちゃ打ってっから、いつの間に15安打も、魔物使わなくても勝てそうだったから。足立の完投で試合終了。いや足立の覚醒はマジでうちの未来を変えたな。この試合に関しては未来変えたの魔物だぜ。まあこの高校は夏も甲子園で戦うことになりそうだ。夏には戦力 A になってるかもな。その分うちだって成長するぞ。きっと夏には戦力 B だ。負けてんじゃん。ほら17安打の猛攻。魔物なくても3対1くらいで勝ってますよ。結果論ですね。というか17安打で相手エラー4で7点って少なくない？ここは課題だな。いや甲子園は成長するね。すんばらしいです。足立根性丸来たー。エースがさらに強化だぜ。この調子でどんどん勝ち進むぞ。今日が終わればベスト、はい、準々決勝ということになります。大会9日目、甲子園大会準々決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側、鹿児島代表、強豪、また強豪だとよ。ここまで来るともう全校強豪以上だな。またまた強いね。バランス良すぎて逆に気持ち悪いな。さて先制点は田中弟のホームランで先制。やるねー。さらに追加点は4回の表。2アウト1、3塁のチャンスで犬井。ショートのエラーを誘い2点目。ほんとすぐ魔物使うな。スカットランは5回に菊池のソロで3点目。そのまま試合は終盤の8回。打席には先制のホームランを打った田中弟。
試合を決める本日2本目のホームラン。恐怖の8番バッターですね。右中間の一番深いとこですよ。次の試合から打順上げるか。今度は足立の完封勝利。田中弟がここまで打つとは。菊池もホームラン打ったぜ。さっきの試合も菊池は同点タイムリーを打ってるが、その場面はカット。差別ですか。いや、指示場面以外で活躍するんだもんよ。あと菊池は普通に能力高いしね。田中弟みたいな未完成の活躍を見せたくなる。この試合もうちは2桁安打だ。下水道打線もようやく形になってきたか。いいですね。この画像で白飯いけるわ。やったー、強豪校と呼ばれる喜び。いや、時間かかったぜ。これで久しぶりに。進行アイコン増えたぞー。だいぶ進めやすくなる。そりゃ田中弟もノリノリですよ。しかもここから黒土か。増えた増えた。さらにですよ。黒土になるのを待っていたアイテムたちが。いっぱいあるでしょ。これでグラウンドレベル一気にアップぞな。89ですよ。選手の成長も早くなるぜ。かなりいい気分で準決勝。春の甲子園大会はいよいよ準決勝を迎えました。大会12日目甲子園大会準決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側東東京代表強豪ゲス。強豪ゲス、いい響きだ。爽快。名門5世強豪名門だって先発メンバー。でも考えてみたら戦力 B に余裕で勝ってきてんだよ。そんなわけでこの試合もダイジェストでお届けするぞ。まあ1点差で負けてますが、4回の裏1、2塁ツーアウトですね。打席にはサプライズ加藤。ここ最近あんま目立ってねえからな。たまにはサプライズ見せてみー。普通にナイスバッティング。これで満塁だぜ。そんな一打逆転の超チャンスで打席に立つのは。打順上げ忘れた8番の田中弟。ボンミスじゃねえか。ここで打てばボンミスどころか超名采配。どうやらこの春の主役は田中弟らしい。抜けた抜けた。セカンドランナー三塁回った。はい、ヒーロー。続いて5回のアウト1、3塁。これまた頼りになる1年の佐々木。ナイバッチー。あ、菊池だ。菊池の出番は今回これがラストです。なんだかな。ツーアウトに三塁となりまして、三度四度田中弟。もうこれで完全に MVP だ。あと一つです。戦力 A に魔物なしで圧勝よ。この強さは本物臭い。田中弟が目立ってますが、やはり足立の安定感もすごいですね。一年生が大活躍だな。本当に。あ、ちなみに8点目は足立のソロでした。うん、この強さは本物だ。さあやっていくぞ決勝。春とはいえ初めての全国制覇。これに勝てば名門もぐっと近づく。相手は香川の丸亀製麺か。あれ社会人野球？本物の腰ってやつを見せてやる。うまいこと言えなかったわ。全然勝てそうっすね。うまいこと言えなかったけど。いきなり先制のチャンス。注目選手は銀さんです。魔物狙いです。ダメと。自力勝負だな。結構いい投手だ。打がクイックはいい。
大したことなさそう。片Cの送球いい。バリバリ走れるぞ。マジで余裕じゃんね。さあこれでいきなりノーアウトで得点圏だぜ。あの銀さんが全然粘らないだと、これが甲子園決勝のプレッシャーというやつか。先制されましたね。なんかちょっと嫌な流れだな。またしてもノーアウト一塁。さっきの怒涛の攻撃を再現してやろう。点取れよ。マジで余裕じゃんね。いやそれは分かったから。大事なのはここからだぜ。よしよしよし。さすがに1点は入る。割れそう予想する。ここで前進守備を敷きます。もう前進守備。早くも相手は焦ってますね。そんなんじゃいい出しは取れないぜ。またうまいこと言えなかった。出し取る暇あったら点取らんかい。いいね、これでこそ銀さんだ。その結果打てるかどうかは別として。うん、信じてた。そっけや。銀さんかっこいい。144メートルもかっ飛ばした。銀さんはうちで一番粘るバッター。そう、大事なのは腰と粘りだ。よし、ハードル低ない。そしてとうとうその時がやってきた。え、決勝も終わり。あんま盛り上がる試合じゃなかったっすね。だが優勝は我が下水道橋高校野球部のものだ。やったー、ようやっと頂点取った。まあ一応おめでとさん。次は夏だぞ。夏も優勝しないと終われないぜ。さあ下水道橋高校校歌だ。みんなも一緒に歌おうではないか。素晴らしい春になったな。ええ、私はそう思います。下水の優勝で幕を閉じた春の甲子園。マリサの感想は？下水飲むなよ。